沼津インターチェンジは、静岡県沼津市に所在する、東名高速道路のインターチェンジである。伊豆縦貫自動車道とのジャンクションの機能を兼ねている。また、東インターチェンジに近接する高速バスの東名沼津、バスストップについても、本校で記述する。静岡県東部の主要拠点に位置づけられ、東外地区における高速自動車国道のインターチェンジでは、最多となる。 通行台数を抱えている。沼津市、三島市両市街の他名古屋、大阪方面から伊豆、箱根への玄関口として交絡時はたびたび混雑する。高速バス、路線バスの沼津バスストップを併設するが、高速バスの停車便数は最盛期より減少している。かつてはインターチェンジ出入り口から県道83号、沼津インター線に直結していたため、 沼津インターチェンジの北側へ向かう場合も、一旦南下した後に始動を経由して、県道405号足高三枚橋線へ向かう必要があった。2008年8月26日からは、県道405号足高三枚橋線へのデイリルートが完成したため、北方面とのアクセスが格段に向上した。これに合わせて、料金所出口の ETC レーンも変更されている。 また、伊豆縦艦自動車道の共用に合わせて、インターチェンジ出口に専用レーンが3つ設置された。直接接続間接接続沼津インター線は、左側を、足高3枚橋線は右側を通過する。沼津バスストップは、沼津インターチェンジの料金所外に設置されたバス停留所である。旅客案内所では、透明沼津とも呼ばれる。透明ハイウェイバスの急行便が停車する。 かつては、特急便も停車したことがあったが、インターチェンジの外にある制約や、料金所付近の混雑が激しいため、隣接の足高バスストップへ移行し、停車便数は減少した。富士急シティバスが運行する東京沼津線も、裾野インターチェンジを利用するため、東バス停には停車しない。同名の一般路線バス停がある。かつては、三島駅行きのバスもあったが、廃止されている。 ありがとうございます。